はい、須岡です。僕は今 JR 東日本東海の神津駅にいます。今から御殿場線に乗るということになります。この313キロの幕車です。2両編成。では乗っていきましょう。神津駅を出発いたしました。 JR 東海御殿場線313系2両編成、クロスシートに乗っていきます。御殿場線はロングシートの313系3両編成、そしてロングシートの2両編成、そして今この列車のクロスシートの2両編成、あと211系がたまにやってきます。普通列車静岡行き、東海道線直通する静岡行きは211系が連結されています。逆側には神津車両センター、通称横骨と言われている車両センターです。あそこには E231 系 E233 系を中心に止まっています。優先席、優先席付近では混雑し、電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。駅及び車内への危険物のお持ち込みは禁止されております。お客様の近くにご乗車のわからない不審な荷物がございましたら、私の車掌または電車から今までお知らせください。東海道新幹線と立体交差していきます。お待たせしました。次は松田です。次は松田ですという放送がなされていましたが、松田駅は新松田駅と結構近い距離にあります。特急富士山号、特急ロマンスが富士山号も停車する駅です。特急富士山号は新松田の駅の前のところを高架に上がっていき、立体交差する前のところで確か御殿場線に合流するということになっています。ちょっと乗ったことがないのでわからないんですけども、前小田急線内でそういう見た感じではそんな感じでしたね。ちょっと間違っていたらすいません。ご乗車ありがとうございます。まもなく松田です。出口は右側です。手前交差点が点灯しましたら、ビルボタンを押しておりください。小田急線ご利用のお客様も乗り換えです。次はストップがします。プリーズチャンスヘアフォース小田急ライン。はい、ここで小田急線が見えてきます。小田急線と立体交差していきます。そしてこの左側に見える線路、この高架に上がっていく線路、これが特急富士山号の専用の路線です。あとはたまに小田急線の日本車両からやってくる、そのような高種階層とか、そういうなんだっけ、なんか輸送されてくる列車とかが使用されています。そしてこの列車、松田駅に到着です。御殿場線は1889年から1934年まで東海道本線として使用されていました。しかし1934年丹那トンネルの開通などによって熱海経由となり、この路線は御殿場線として支線扱いになりました。支線と言っていいのか分かりませんけども、御殿場線という路線名になりました。そのため沿線には複線だった跡が見えます。なので線路自体は剥がされているところがほとんどかな、いや全部かな、分からないんですけども、線路を剥がされた跡というか、そういう土地が残っています。
本列車は16時40分発下り列車を見ます。御殿場線は天安線ですので、このようにすれ違いを行います。そのため何駅かで数分止まることが多かったです。御殿場線沿線はとても綺麗な景色の部分もあります。そのため車窓を楽しむのもいいかもしれませんね。しかしもうこのように暗くなってきてしまっているので、ちょっと残念なところもありますけど、ここから先は手続き実況することがあまりないので、 BGM とともに車窓をお楽しみください。ご乗車ありがとうございました。まもなく足柄、出口は右側です。ドライブランスが点灯しましたら、ベルボタンを押してお願いします。はい、御殿場駅に到着です。特急富士山号の幕もあります。 NSE なので小田急フリーワイファイを拾うこともできました。本当に少しだけですが、御殿場から先は頻繁にすれ違い列車が多くなりました。このように列車も混んでいます。ロングシート車の3両編成の313系です。御殿場と沼津の間はロングシートの313系が多いのかちょっとわからないんですが、この列車は神津から来ているので黒シートというわけではないと思いますが、基本なんか御殿場以降、御殿場より先にすれ違ったのがロングシートが多かったです。ここは長泉なめり駅です。長泉なめり駅に到着です。神津から1時間半ほど経って、もうそろそろ沼津駅に到着です。
はい、沼津駅に到着です。ちょっと夜なんで見づらくてすいません。